ゼロナイトメア。サイコシン。こんにちは、ロクネガです。こんにちは、マジャポンです。なぜここからのスタート？しかもまた怪しいないし、あいつはまだロックマン X を知らない。なので今回は遠慮してもらった。今回は今後の課題について語ろうと思ってな。今後の課題？そろそろロックマンイレブンのエキスパートをプレイしていこうと思う。いや、その流れでなんでこの二人とのバトルシーンが背景になるのん？なぜかというと、こいつらを撃破することが目下最大の目標になっているからだ。ハードのプラクティスか。すでに数えきれないほどこいつらに挑んでいる。ぶっちゃけて言うとだ、今回はこいつらに勝てねえっていう愚痴を言うだけの動画だ。なんて最低な動画なんだ。いや、本当にこいつらに勝てねえんだよ。ノーマルじゃ同時撃破だってやってたじゃん。あんな余裕ぶった縛り攻略なんてハードじゃできん。ババとハイマックスも大概な強さだったが、こいつらは火にならん。そこまで言うか。第4、第5ステージはいつでも攻略できるだろうから、今はほったらかしだが、こいつらはいつ倒せるか本当にわからん。4、5番目のボスたち舐められてるね。6番目の最後がこいつらなわけだが、本気で攻略するためには前座の2人も倒す必要がある。プラクティスですらまともに倒せていないのに、いきなり挑んでもまず攻略は不可能だろうから、こうして練習しているんだが、現状片手で数えるほどしかゼロナイトメアを倒せていない。逆にゼロナイトメアさえ倒せれば勝機は見えるんだが、それじゃまるでシグマが弱いみたいだね。シグマが弱いんじゃない、こいつら2人揃ってる状況が凄まじく厄介なんだ。中でもゼロナイトメアがしょっちゅうぶっ放してくるゲームゼロ回が本当に厄介でな。しゃがんだ状態でしか回避できない。斬撃4連発か。それだけならまだ回避は容易だが、やっぱりシグマがいるから回避が難しくなる。完全に回避する場所がなくなるからな。っていうか、なんでノーマル X で戦ってるのん？俺は基本的にセイバーでしかゼロナイトメアと戦わないしな。それならノーマルでもアーマー状態でも大して変わらない。とはいえ、この動画を作ってる間にツイッターで新たな攻略法をご教授していただいたので、今度はそれも絡めて戦ってみようと思う。ゼロナイトメアに有効な特殊武器があるのか？どうやらゼロナイトメアは壁に張り付いた状態で跳ねることが可能らしい。上空からフロストタワーを置くことすことによって、うまく跳ねることができれば、セイバーで戦うリスクを最小限に抑えて戦えるかもしれない。まだまだこの二人との戦いは続きそうだね。こいつらを攻略できないと、X チャレンジボリューム2の動画制作を開始できない。なんとか攻略の糸口を掴んでやるさ。ロックマンイレブンのエキスパートやりながら、ぶっちゃけ動画作ってるとゲームやりたくなってくるから、その時にでもコツコツ戦うさ。その前にもう少し雑談でも挟んでからな。まあ、頑張るべし。お前も頑張れよ。というわけでご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。